こんにちは。カルダの枝ファンの皆様、本当にね、状況が世界的に難しくなった中で、カルダの枝にご参加いただきましてね、私も非常に嬉しく思っております。これがね、私がね、カルダの枝の、何ですかね、責任者でも何でもないんですけども、まあ、カルダの枝の初期購入組として、カルダの枝に、まあ、最も早くね、この日本国内で、まあ、目をつけた、人間の一人としてね、まあ、後から体の枝の魅力に気がついて参加してくださる方に、まあ、無類のね、感謝と喜びを申し上げたいなと思ってるわけなんですね。で、体の枝の、まあ、素晴らしいところっていうのは、ただ単にね、プレセールで購入して、上場後に価格がね、何百倍にも上がって、はい、儲かったよっていうことだけではないんですよ。やっぱりこの暗号通貨という世界に可能性を見出して、まあ、少ない資金の中からよしこれにかけてみようっていう風なそのモチベーションをね多くの人とつながれたこと、そしてカルダの枝を使ってですねステーキングプールの運営をやってみようと思う方が昨今何年かで現れたことですね。この産業の少ない日本にですね新しいカルダのっていう産業を生んできたんじゃないかなと思うんですよ。で、これからも暗号通貨をはじめ、まあ、いろんな難しい状況があると思いますけども、まあ、だからこそ、カルダの枝の、その、チャールズ・ホスキンソンさんのね、過去に行った TED っていうトーク番組の、あの言葉が非常に私たちの胸を打ちますし、まあ、何よりものロードマップになってるんではないかなと思うんですよ。こうしてる間にも、世界ではですね、紛争や、戦争侵略に非常に苦しんでいらっしゃる方がいます。それこそね、気の身気のまま自分の身分保証もないし銀行口座もない、もうお金も持ってないという方まだまだいらっしゃいます。その数なんと30億人ぐらいいらっしゃるんですよね。私たち日本に住んでいるとどうしても見えなくなっちゃうんですけども、例えばね、こうしたスマートフォンを1個取ってもこのスマートフォン、私たちは手に入れるのにものすごく苦労しますよね。高額な商品です。でもこれがないとなかなか暮らしが成り立たないんで、なんとかして手に入れようと思ってます。しかしですよ、このスマートフォンの中に使われているレアメタル、これはコンゴやルワンダの紛争の後に採掘されるんですよね。つまりは現地では本当にこのスマートフォンの原料を取るために何人もの方が何年もの間命を落としてるんですよ。その人の命の上に私たちはこういったテクノロジーを手にしてるわけですよね。日本にいるとどうしてもこういうことに気づかなくなりますし、なんでアフリカっていつまでも戦争やってんのかなみたいなね、もしかしたらアフリカの紛争地帯に対して大いなる誤解をしてるかもしれません。でも広い目で見るとあの紛争は現地の人たちがやってるんではなくて、先進国の我々を含むそういった国の豊かさによって引き起こされているとも言えるんですよね。ですので一刻も早くね、まあ、体の枝をはじめとする平和で安全豊かさ幸せにつながるプロジェクトを私たちからもねもっともっと加速して誰も憎むことがないようなそんな未来を構築できないかなと思うわけですよね。で、このチャールズ・ホスキンソンさんの TED っていう番組の試みはちょっと未確認なんですけども、また2022年 TED という番組に出演される情報も入ってますけども、まだ未確認なんですけどもね。だとしたらこのタイミングですごいことだなと思います。当然このカルダノのこともお話しくださると思います。そうなったらどうでしょうか。もっともっとこのカルダノプロジェクトに参加しようという方が増えて、プロジェクト全体も前に進むんではないかなと思います。もちろん現在今の時点でも順調に進んでますけども、さらに多くの方がね、平和と貧困からの脱却、そういった願いを込めてカルダノを扱ってくださるんではないかなと思いますね。ということでね、今回は以上でございます。最後になりましたけども、この度キャンペーンに参加していただきました方、本当にありがとうございます。今後もですね、リピさんをはじめ私からもカルダの枝の
素晴らしい情報が提供できることを楽しみにしております。その他ね、速稼塾の方には渡辺瑞香さんという翻訳 YouTuber さんのほぼ毎日のようなね、情報更新もありますし、体の枝10万円勝負というね、そんな脇田さんのプロジェクトもあります。これも YouTube チャンネルがあります。10万円でスタートした体の枝が今一体いくらになっているのか、何倍になったのか、このレポートも毎日聞くことができますんで、本当にすごいプロジェクトだなと思いますね。体の枝万歳。それではいってらっしゃい。